こんにちは、河辺真由美と三姉妹のサニーのリビングでたあいもないお話です。よろしくお願いします。今日はですね、今日お客さんがさっきまでいたので、サニーちゃんなんかもう大喜びではしゃいでちょっとくたびれてます。サニー、はい、ということでですね、実はサニーのお誕生日がやってきまして、サニーが4歳になりました。おめでとうサニー。サニーちゃん、今みんながおめでとうって言ってくれてるよ。ありがとう。はい、ありがとう。はい、で実は誕生日本当は10月4日ですから、おとといなんですね。今日は6日ですよね。で、すっかりちょっと忘れてまして、で昨日の夜夫と晩酌を飲みながら、晩酌は飲むって言わないね、晩酌で酒を飲みながら、世間話をしてましたら、あれ、サニーの誕生日昨日だったと思い出しました。ごめんねサニーちゃん。だから、まだサニーのお誕生会はやってないから、今日の夜サニーちゃんのお誕生日、サニーちゃんの大好きなものを準備します。はい、ということで4歳になりました。4歳と言いますと、人間で言うと何歳になるかと、よく7をかけるって言いますよね。4歳かける7で人間なら7、28歳ですか。でも最近のちょっとこう、さっき見てたら、最近、酪農学園大学動物薬教育研究センターというところが、犬の年齢を人に換算する新たな計算式っていうのがあったんです。それによるとですね、サニーのような中型犬の場合は犬の年齢プラス4、かける4だそうです。ということはサニーが4歳でプラス4だから8かける4、32ということですね。でさっきのやり方で28、このやり方で32ということはちょうど30歳ぐらいな感じですかね。ね、30歳ね、一番楽しいですね。サニーさん、はい、ということで今日はお誕生日なので、こうサニーの血統書です。これは公益社団法人日本犬保存会さんが出してる、血統書で、ちょっと付箋はサニーを譲っていただいた方のちょっと個人情報なので伏せていますが、この血統書、あ、和紙だそうです。美濃和紙でしたっけね。あのうちの、石見地方も、石州和紙とか地元の和紙がいろいろありますので、ぜひ柴犬のルーツ石見ですので、石見の和紙も使っていただけるといいなと日々思っております。はい、そしてこの日本犬血統書なんですが、これサニーが来てしばらくして、送られてきたんですが、さすがに、何と書いてるかというと、まず一番最初に小型、あの日本犬の中では小型犬なんです。一般の犬の中ではもう小型っていうとこうちっちゃいね、あのミニチュアダックスフンドちゃんとか、なんかいっぱいちっちゃいワンちゃんいますよね。そういうせいぜい 4,5 キロぐらいまででしょうか。こういうのは、一般には中型犬だけど、日本犬の世界では小型犬です。はい、ちなみに中型犬というと甲斐犬とか北海道犬もですね、甲斐犬、北海道犬、あと、四国犬、紀州犬ですかね。あと大型犬は秋田犬です。でこの血統書の中には、どんなことが書いてるかというと、サニーは4人兄弟の女の子1人男の子3人とのことです。3姉妹犬は
一度に産む子供が少ないんですよ。2頭とか、そうですね、3頭だと多い方じゃないんですか。けれども、このサニーのお母さんは4頭一度に産んでる。すごいですね。はい、でも女の子は1人で、この女の子がサニーです。はい、で、この血統書には、サニーのお父さんとお母さん、お父さんのお父さんとお母さん、お母さんのお父さんとお母さん、まあ、いわゆるサニーにとってはおじいちゃんおばあちゃんですね。で、ここがサニーのひいじいちゃんひいばあちゃん、サニーのひひじいちゃんひいひいばあちゃん。ここまで遡るとひいひいじいちゃんは8頭、ひいひいばあちゃんは8頭ですね。すごいですね。私なんか親の名前とじいちゃんばあちゃんの名前ぐらいは知ってますけど、ひいひいじいちゃんとかよっぽど由緒ある家庭の方はご存知でしょうけど、ひい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 えじいちゃんばあちゃん、ひいじいちゃんばあひいひいじいちゃんひいひいばあちゃんとか全く江戸時代の人なんでしょうかね。ちょっとわかりません。はい。ということで、こう犬ってすごいですよね。これずーっと血統書ができたのが昭和の初めですから、ずーっと遡れるんですね。この日本犬保存会さんで記録が残ってるわけです。で、サニーの場合は山陰柴犬ですが、でも血統書には山陰柴犬とは書いてないんですよ。で、柴犬はこう一般的に言われる約60万頭ぐらいいる信州系の柴犬と、あと、この人たちは450頭ぐらいの少数の山陰柴犬、その他にもいろんな柴犬がいますが、特に血統書にはただ柴犬としか書かれていません。で、そうですね、ということはこれ、信州系柴犬のお父さん、じいちゃん、父方系をわーっとたどっていくと、信州系柴犬は石郷にたどり着くということですね。しかしまあ4年も経ったとは思えません。あっという間でしたね。まあ山陰柴犬がどんな犬かとか、あるいは山陰柴犬を飼ってどうだったかっていうのは、これまで結構何回か動画にアップしていますが、やはり私がこの山陰柴犬サニーと出会って一番良かったというか、ありがたかったと思うのは、この犬を知ったことで、この犬を飼ったことで、石州犬、石見犬という犬がいて、その中の石郷という犬が現在の柴犬のルーツであるというのを知って、で、今ではあれから、そうですね、私が本格的に調査を始めて今3年半ぐらいでしょうか、ね、もうかなり多くの方々が新聞やテレビやなんかでも紹介していただいて、地元でも随分と、知られるようになってきました。でもそれもこの犬との出会いなんですよね。本当にだから私にとってはとってもやりがいのある、まあ、ライフワークとも言えるようなものに出会えたので、本当に私にとってのラッキードッグ、変ですね言い方、私にとって、私に、こんなおばあさんに老後の生きがいをくれたワンちゃんです。はい、ということで、あ、そうそう、サニーちゃん、サニーちゃんが4歳のお誕生日ですので、よいしょ、ここに4つのあメダルを持ってきました。サニーちゃん、はい、ずぅサニーちゃん、はい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 、サニーちゃん、はい、メダルかけます。はい、1歳おめでとう。あんたもダラダラしてる。せっかく、はい、2歳おめでとう。
迷惑さー。はい、3歳おめでとう。はい、はい、4歳は金メダル。はい、金メダルいただきました。何やメダルだらけ。ちょっとメダル、メダルいっぱいです。甘えてる。はい、ということでまた4歳も楽しい4歳にしようね。はい、ありがとうございました。3人4歳です。4歳です。